言うこと聞かないとダメだよ。ちょっとマーメン、どうしたの？いつもはおとなしいのに。マーメン！マーメンってば。起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。どうしたんだ、ハルカ。おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ。それじゃあ、行ってくるね。
そうだな。断る。なんでや。あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても、後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするって言うなら、その訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん言うたら、俺はあんたをここで止める。答えはノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。
なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュウ来い。何してんの？おじ
浜崎に顔向けできん。浜崎。くそ、体が持たん。おじさん、この人。そうだ、遥か。ん？玄関先に置いてあるバッグ、その男の荷物らしい。え？そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。
ちゃってた。俺はずっとここで寝てたんか。うん、もう大丈夫なの、鈴木さん。ん？鈴木？ああ。キリュウハンは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。よいしょっと。はあ、重かった。はい、これ。鈴木さんのなんでしょ？おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。鈴木さん、大丈夫？ん？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん、いや、はるかちゃんが、ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんね。はるかちゃんともこれでお別れ。え、でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていた方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は佐江島や。佐江島大河。え、佐江島さん。そや、桐生さんにも言うといてくれ。俺は佐江島やったで。あ、うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほなな。あ、おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、佐島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかって、いいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、もう。あ、おじさん、そういえば買い出しは？ああ、やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。だから大人たちの考えてることはわかんないよ。